ド東京コンパス、いっそ。あっ、アプション。はい、今日は椎名町駅に来ました。おお、椎名町。お、リンゴ。リンゴ。はい、椎名リンゴ。椎名リンゴ。椎名リンゴさん。はい。意外と池袋の隣なんでしょ。そうそう。めっちゃ近かった。めっちゃ近かった。ね。はい。でも全然雰囲気は違いますけど。そうだね。なんならもう歩いて行けますもんね。あ、もうそれぐらいの距離だ。そうそうそう。そうだと思う。多分歩いても全然すぐ来れるよ。2、3分。反則しますか。はい。それでは、レッツゴー。はい、ということで本日は豊島区の椎名町駅に訪れました。椎名町駅周辺はレトロな街並みが広がっており、商店街や個人系のお店が多く、とても住みやすい街になっています。そんな椎名町駅周辺を今日も男3人でぶらり旅、神社を散歩したり、有名な立ち食いそば屋さんを訪れたり楽しんでます。ぜひ最後まで見てください。まずはね、すずらん通りという商店街ですかね。あ、涼しい。涼しい。まあ上が屋根になってるから。あ、本当だ。雨の日いいですね。うん。なんかでもこういうちっちゃい駅のこういうとこってめっちゃ狭いっていうか短いですね。そうやな。そうそう。全然長くないけど、まあ詰まってるって感じ。うん。なんか商店街めっちゃ多いね。パッと見。ね、うん、なんか本当に田舎町というか個人経営のお店がとにかく多いね。そうだよね。うん。雰囲気はでもめっちゃいい。街じゃないわ、このなんか街のさ、電化製品屋さんみたいなね。こういうとこって謎ですけど、やっぱ学校とかね、広いそういう施設にこう出して儲かってるんですよね。あ、そうなんだ、はい、へぇ、ここでは結構そんな儲かってないけどみたいな。なるほどね、はい、まあもう街のほんと電気屋さんって感じだね。そうそう、パナソニック、そんな感じで生き残ってるんや。そうです、そうです、あの学校のパソコンとか。なるほど、はい。ああ、ちょっと勉強になった。雨知識入れとこう。なるほどね、合コンで使えるじゃん。いや、合コンで使ってもあんまりやん。はい、なんか今度はね、一応サミット通りという通りに来ましたよ。めっちゃ通りあるやん。ね。サミットってこのサミット。このサミット。この多分スーパーのこのサミットがあるからサミット通りなんじゃない。だいぶお金出したってことですか。サミットが。サミットが。珍しいよね、はい。スーパーの名前の通りに来て。いやでもやっぱこう昔ながらのお店というか、結構看板とかも割と汚らしいお店が多いね。そうですね、汚らしいね。うん、まあ、そういうお店がねやっぱ基本うまいから、チェーン店みたいな綺麗なお店があんまりない。ちょっとなんか下町感あるというか、レトロ感あるね。本当に住みやすそうなのどかな感じはすごいする。はい、何やらね商店街のところに唐揚げ屋さん、唐揚げ源氏、うんうん、唐揚げ食う。その源氏なんだね、やっぱ。なんかせっかくだから、唐揚げ食べましょうか、はい。多分ここにしかないじゃないかな。そうですね、ぽいですね。うん。じゃあちょっとせっかくだから食べましょう。はい、食べましょう。はい、ということで最初に訪れた場所は駅から徒歩3分の唐揚げ源氏さんです。生姜唐揚げ、塩唐揚げ、甘だれ唐揚げをそれぞれ注文しました。唐揚げ買ってきました。はい。塩唐揚げ。で、生姜。甘だれ。いただきます。うわ、あ、うまっ。めっちゃ揚げたて、揚げかけ。あ、うまい。1個めっちゃでかいよね。うん、くさくだ。うまいな。うん、お弁当、唐揚げ3つ入りって書いてたんですけど、3つしか入ってないわよと思ったら、これ3つ入ってたらご飯10杯くらい食えます、ね。うん、1個がめっちゃでかいから、うんうん。どうですか、うん、なんか何やら駅前に神社がありますね。これすごい、なんか俺地元の田舎を感じるんだけど。わかる、あの地元の俺八幡神社みたいです。俺も諏訪神社みたいな。あ、俺はちょっと共感できんけど。小学生の夏休みでね、みんなこういう神社で集まって、本当なんかあれですね、地方ですね、本当にね。なんか本当、あ、長崎神社ってんだ。そうだね、はい、本当に緑がすごくて、うん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 、涼しい。めっちゃ良い、めっちゃ良い、うん、あんまり俺正直綺麗な神社もいいんですけど、あんまり綺麗すぎると、うん、なんかちょっと違うんですよね。確かにな、うん、こういうなんか田舎感あふれるとこなかなかないね。そうですね、東京で言ったら。いや、めっちゃ重いです、この地元の八幡神社で蟻地獄がめっちゃいるとこがあって。めっちゃ蟻をこう落としてたな。うわー、すげえ。
いいじゃん、いいじゃん。うわ、いいね、このさ、風の音もいいね。いいっすね、ここまででいい。へえ、やっぱこういうとこでさ、子供の頃は遊ぶよね。遊びますね、うん、じゃちょっとせっかくだから恒例のお賽銭しよう。奮発して、俺は財布の中の一円玉を全部入れちゃいますよ。一円玉も触るんで、うん、やっぱね、神にはね、頼っとかないと。そうそう、俺はもう50円でいきます。うん、で、振ります。いいですね。秘密基地作りたいですね。めっちゃ立派ね、木がね。ツリーハウス作りたい、ここに。いや、俺も昔小学生の時、こういう神社のさ、お寺の下に隠れて、うんうんうん、基地ね。そう、かくれんぼとかしてたよ。絶対見つからない。じゃあちょっと神社でお賽銭もしたんで、はい、ご飯でも食べに行きましょうか。よっしゃ、出た、ね、マジで今回行きたいお店何個かある。いや、いっぱいあったね、本当に。じゃあちょっと探そう。はい、探しましょう。はい、はい、ね、ご飯を食べに行きましょうということで、何やら駅前にね、結構有名な、まあ、蕎麦屋さんがあるらしくて、後ろにある南天。南天さん今は結構空いてんだけど、さっきからずっと人入ってたよね。そう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 。で、結構タイミングよく今空いたから、はい、ね、どうせならじゃあ食べたいということで、はい、行きましょう。テレビとかにも出たことあるような有名な蕎麦屋さんだそうです。いいですね。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、ということで本日のご飯は駅降りてすぐのところにある肉そば肉うどんの店南天さんです。一村と阿部ちゃんが肉そばを注文、翔ちゃんが肉そばとお稲荷さんを注文しました。これこれ、こういうの食いたかったんですよね。はい、いただきます。いただきます。これはもう炎天の中のあったかいそばにしたから頭を潰して、いただきます。肉の量、肉の量すごいな。このダブルにすればよかったな。プラス50円でダブルにする。まあ、肉うまい。めちゃくちゃ人気店だよ、ここ。うん、さっきから人の出入りすごいよ、ね。やっぱ暑い日はこういうのささっと食ってね、パーッと行きたいですね。仕事の合間とか、うん、食うのいいかもね。あと仕事の出勤前とか、うんうんうん、10分あれば食えますね。そうそうそう。昼間とか面倒くさいなと思ったらパパッと動けて、うんうん、持ち帰りしてる人もいますね。朝5時半からやってるらしいよ。そうだからもう朝食、朝食って仕事行くみたいな。だからもう汗ダクダクだわ。はい、こっちから行くぞ。やばいやばい。めっちゃ暑い。はい、ごちそうさまです。いや、めっちゃなんか安くて美味しかった。そうで、しかも肉の量半端ないね。立ち食いそばはこうあるべきってものが全て詰まってましたね。うん、俺さ、もう外のさ、立ち席でさ、熱いそば食ったからさ、死ぬほど汗だくになりながら食ったでも美味しかった。美味しかった、美味しかった。うん、ということで今日はね、椎名町でした。椎名町、はい、うん、結構なんか商店街が多くてね。そう、うんうん、ご飯屋さんも多くて、うん、はい、レトロな街並みでいい住みやすそうな街だったね。そうですね、うん、はい、楽しかったです。はい、はい、ってことで今日もありがとうございました。ありがとうございます。ここでチャンネル登録よろしくお願いします。